NSW トレインリンク H 型電車は NSW トレインリンクが所有する2階建て電車。2006年から2012年にかけて220両が製造された。愛称のオスカーはアウターサバーバンレールカーの略である。1970年からニューサウスウェールズ州の都市間電車として導入された V 型電車のうち1977年以降、製造された車両の置き換え用として製造された形式。2003年から2009年の間に3次にわたって発注が行われた。ステンレス車体を有する4両編成で2本をつないだ8両編成での運用も可能である。シドニー近郊路線に導入された M 型電車ミレニアムと同様にトランスポートデザインインターナショナルがデザインを手掛けており、外見が類似しているが、長時間の乗車に対応するため、中間電動車の1両にバリアフリーに対応したトイレが設置されており、前面や連結面などの塗装も異なっている。座席は2階建て部分が転換式、クロスシート、車体両端の1階建て部分はロングシートとなっており、監視カメラの設置をはじめとした安全性や快適性を考慮した設計となっている。電気機器は三菱電機製のものを採用しており、電動機の出力は 200kW である。最初の編成は2006年12月21日から営業運転を開始し、2012年まで製造が行われた。NSW トレインリンクが運行する列車のうち、主にサウスコースト線、セントラルコースト&ニューカッスル線で使用されている。2019年以降現代、ロテム製の新型車両が都市間列車に導入されることに伴い、H 型はシドニートレインズが運行する近郊列車へ転用されることになっている。これにより、シドニートレインズが使用していた非冷房車両がすべて置き換えられ、近郊列車の 100% 冷房化が実現する予定である。ありがとうございます。